カリム・アントワン・ハビブは、レバノン系カナダ人の自動車デザイナーである。幼少期に、ケベック州モントリオールに移住し、マギル大学で学んだ。また、アートセンターカレッジ・オブ・デザインのスイス校にも、留学した。1998年、BMW に入社。2009年に、メルセデス・ベンツに移籍。チーフデザイナーのゴードン・ワグナーの直属の部下となり、 コンセプトカーの F シリーズの責任者となる。2011年、BMW に復帰し、チーフエクステリアデザイナーとなる。2012年、BMW ブランドのチーフデザイナーとなり、BMW グループ全体のデザインを統括する、アドリアン・ファン・ホーイドンクの直属の部下となる。2017年3月14日、日産自動車のグローバルデザイン統括担当、 SVP となったアルフォンソ・アルベーザの公認として、インフィニティのチーフデザイナーに7月1日付で就任することが発表された。しかし、2019年8月26日にインフィニティを去ることが発表され、中村大介が公認となった。9月6日、キア自動車が、ハビブが10月からデザインセンター長健常級副社長に就任することを発表した。 ありがとうございます。